いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2015年モデルポルシェ981ボクスター GTS をご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに飛び石と数箇所線傷があり、フロントガラスに飛び石と右フロントのアルミホイールにガリ傷がございます。また左側のサイドスカートに小さな傷と、左右のサイドスカートにそれぞれ飛び石がございます。走行距離に関しましては約2万5000キロと低走行なお車です。外装色はサファイアブルーメタリック、インテリアはブラックハーフレザーの組み合わせとなっております。2014年に追加されたボクスターのハイパフォーマンスモデル981ボクスター GTS でございます。 GTS 専用の数多くの装備に加え、こちらのお車には GTS コミュニケーションパッケージが装備されておりますので、インテリアまでスポーティな雰囲気をお楽しみいただける一台となっております。またクラリオン製の SD ナビゲーションやシートヒーターをはじめとする快適便利装備も充実した一台です。ヘッドライトにはキセノンのヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。アルミホイールは911カレラ S 用の20インチのアルミホイールが装着されており、キャリパーはレッドキャリパーが標準で装備されておりますので、足元までバッチリと決まった一台です。続きましてリアご紹介させていただきます。リアのテールライトはボクスター GTS 専用クリアテールレンズが採用されております。またマフラーはセンター2本出しのマフラーが装備されており、力強いサウンドを楽しみいただけます。エンジンスペックに関しましては 3.4 リッター水平対向6気筒エンジンが搭載され、最高出力は330馬力を発揮します。またフロントリアともにラゲッジスペースが設けられておりますので、実用性も兼ね備えた1台です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラックのスポーツハーフレザーシートが採用されております。運転席助手席ともに目立った使用感はなく、綺麗な状態を保っております。ではエンジンを始動していきます。ステアリングはスポーツステアリングが採用されており、大型のパドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速をお楽しみいただけます。標準でスポーツクロノパッケージが装備されておりますので、センターには専用のクロックが埋め込まれております。ナビゲーションはクラリオン製の SD ナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。両席ともシートヒーターが備わっておりますので、冬場でも快適なオープンドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては7速の PDK シフトが採用されており、デュアルクラッチならではのスムーズな変速が魅力的です。また走行モードはセンターのスイッチにて、スポーツモード、スポーツプラスモード2段階で切り替えが可能です。さらに PSM も標準で装備されておりますので、より刺激的な乗り心地を実現しております。加えてスポーツエキゾーストも装備されておりますので、力強いサウンドを楽しみいただける1台です。ではホロの開閉を行います。非常に動きもスムーズですので、ストレスなく開閉は行っていただけます。ホロを閉じた状態でも十分なスペースを確保しております。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂いとはいたしません。では今回は2015年モデルポルシェ981ボクスター GTS をご紹介させていただきました。走行距離約2万5000キロと低走行ですし、内外装ともに良好なコンディションを保っております。高い走行性能を開放感あふれるオープンドライブでお楽しみいただける
981ボクスター GTS でございます。こちらのお車は330馬力を発生させるエンジンに7速の PDK シフトが組み合わされておりますので、力強い加速をお楽しみいただけます。また数多くの GTS 専用装備に加え、シートヒーターや GTS コミュニケーションパッケージをはじめとするオプションも非常に充実した1台です。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。